おはようございます。おはようございます。では、幹事社 RCC が進めさせていただきます。はい、まずは知事の方からの発表項目をお願いいたします。今日は3点、ございます。1点目は中国西部国際博覧会への出展、であります。先週人民政府からの出展の依頼を、以前から受けていたんですけれども、毎年10月に四川省成都市で開催をされます中国西部地区、最大規模の博覧会である中国西部国際博覧会に県として初めてブースを出展することにしました。環境と省エネをキーワードにして、広島県の魅力、これは観光面、それから産業面両方を含まれますけれども、これを紹介する展示を行って、8月に引き続いて、広島県、そして県内企業の知名度の向上と、それから広島県が誇る環境技術のアピールをしたいと思っております。県内企業からは、8月の企業商談会の参加企業が、の他に、マツダやコベルコ建機など、中国市場ですでに展開している企業、あるいはその意欲がある企業など9社が参加をするということになっています。この展覧会への出展を通じて、広島の優れた技術アピールをしてですね、今後のビジネス機会の創出につなげてまいりたいと考えているところであります。それから2点目は、アイスサポートプロジェクトの実施についてであります。本件では障害のある人、またない人もですね、誰もが暮らしやすい共生社会の実現というのを目指しているところでありますが、今年度からですね、新たに地域社会全体の機運を醸成をしていくということを目的として、企業そして関係団体 との共同による、アイサポートプロジェクトをスタートさせたいと考えています。このプロジェクトは、障害者の地域生活の充実や就労の確保のために、福祉、企業、地域との結びつきを強めるということをコンセプトとして、コンセプトとした県民運動の総称として進めたいと考えています。今年度はアイサポート運動の実施、広島障害者アート交付展の開催、そしてアイサポート広島フォーラムなどの取り組みを進めていきたいと具体的には考えています。アイサポート運動というのは、県民の皆様に障害の内容、特性や障害のある方が困っていること、それから配慮の仕方やちょっとした手助けの仕方、これもなかなか一般の人どうしたらいいか分からないということが、逆にままあると思うんですが、だからちょっと手を差し伸べられないというような戸惑いというかですね、そういうことも実際にあるんじゃないかと思いますけども、逆にそういうことを知っていただいて、知っていただくことによって、実践をしていただくと、そういう運動であります。で、これは今年の8月8日にですね、鳥取県知事とお会いをしたときに、そもそも県では別の名称で進めることを企画してたんですけども、せっかくですから先行して進んでいるアイサポートという名前に統一してやりましょうということで合意をしまして、アイサポートというふうな名前になったという経緯があります。それから本日からアイサポート企業団体の募集を開始します。趣旨にご賛同いただいて、多くの応募をお願いしたいと思います。県としてはこのアイサポートプロジェクトとして、お手元資料にの過去さんにある通りに、12月11日にフォーラムを行います。その他またさまざまな取り組みを通じて、障害者の地域生活の充実や就労の確保のために福祉と企業、そして地域、関係者のですね、結びつきを強めていくということが重要である、それを進めたいと思っておりますので、
まあ、この取り組みが浸透するようにですね、ご協力をお願いしたいと思っております。それから3点目であります。3点目は国際平和シンポジウムの開催についてということで、ご承知の通り、現在、国際平和拠点広島構想の策定を進めているところでありますが、この構想の取りまとめを行うために、10月17日に、構想策定委員会の最終会合を開催します。で、構想そのものはですね、この17日の議論を踏まえて、もう少し作業がかかるというふうに、想定をしてますけれども、これに合わせてですね、翌日の18日に、国際平和シンポジウムを開催をして、この構想の意義あるいは構想の実現に向けた取り組みについて、出席者が意見交換を行うという会を行いたいと思っております。シンポジウムでは明石さんですね、構想策定委員会の座長をしていただいておりますけれども、明石康さん、が基礎講演を行っていただきます。また出席者と参加者の皆さんの意見交換の時間も、設けています。ぜひ、多くの皆様にご参加をいただきまして、南の多いシンポジウムにしたいと考えておりますので、ぜひこれもメディアの皆様 PR にご協力をいただければと思っております。私からは以上でございます。